皆様こんにちは。本日は盛岡三層鶏の宴をご覧いただき誠にありがとうございます。私は西三層鶏の金田一真理香と申します。同じく坂本果歩と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいまご披露しました演目は盛岡三層鶏の復興踊りという踊りでございます。悪を追い払い福が家に舞い込むようにとの願いが込められた踊りで、福を呼ぶと書きまして復興踊りと申します。本日ご来場いただきました皆様にも幸せが訪れますよう心を込めて踊らせていただきました。次にご覧いただきますのは七夕崩しという演目でございます。天の川を立て祭り、水に願いが届いて豊作になりますようにとの祈りが込められた踊りになっております。その次にご覧いただきますのは夜に栄える踊りと書きまして永安踊りでございます。盛岡三層踊りは毎年8月の1日から4日まで開催されておりまして、その盛岡三層踊りが栄えますようにとの思いが込められております。最後にご披露いたしますのは盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三層踊りの代表的な一つ12拍子でございます。それでは引き続きどうぞお楽しみください。